皆さんこんばんは、あやです。はい、イラク戦争関連映画第3弾ということで連続でお送りしております。本日はですね、記者たちバイスに引き続きアイウェイウェイ監督作品のヒューマンフローをお伝えしたいと思います。なのでちょっとロブライナーにはどいていただいて、アダム・マッキーにもちょっと失礼していただいて、アイウェイウェイを真ん中に持っていきたいと思います。はい、ヒューマンフローですね。ちょっと小規模に公開されているので、見るのが難しいという方もいらっしゃるかなと思うのですが、はい、チャーダキャータでやってたのでご紹介したいと思います。まずは、あらすじから。これは完全にドキュメンタリー映画で140分あります。はい、社会運動家としても精力的に活動する彼らが、アイウェイウェイらですね、自らギリシャのレスボス島を中心に23カ国を超える40カ所もの難民キャンプを訪れ、インタビューを敢行。貧困、戦争、気候変動など様々な理由で増加し続ける難民を何年にもわたって取材し、世界問題となっている難民危機の現状を追う。祖国中国から軟禁され、人間としての存在意義に向き合ってきた彼だからこそ取り得た全世界に競輪を鳴らす衝撃の難民ドキュメンタリーということでですね、一応今回ですね、イラク戦争関連映画ということで3作連続でご紹介してるんですけども、このヒューマンフローに関しては直接イラク戦争が、めっちゃ出てくるっていうわけではないんですけども、イラク戦争を発端とした、混乱から難民がどんどん増えてきましたよね。それの始まりとして私はこの映画を見ながら非常にイラク戦争のことを考えました。というわけで一緒にご紹介をしたいなと思います。はい、アイウェイウェイ、皆さんご存知でしょうか。アーティストとして非常に有名な中国の方ですね。例えば北京オリンピックの時の鳥の巣のようなですね、建物を、デザインした人だとか、四川大地震の時に学校が倒壊して亡くなった子どもたちの数をランドセルを組み立てたアートで、表現していたなど、非常にメッセージ性の強いアートを出すアーティストとして非常に有名でございます。日本でも個展がどんどん開催されておりまして、世界的なアーティストです。ただこのアイウェイウェイに関してなんですけど、見たことある方、結構いるかなと思います。ヒゲのおっさんですね。ここめっちゃちっちゃくいるよ、ヒゲのおさんです。これね、アイウェイウェイ痩せてる時ですね。もっとがっつりしてます、アイウェイウェイって。はい。もうこの人、実はもう一個、このアイウェイウェイに関しては映画がありまして、2012年に、アリソン・クレイマンさんという方が、アイウェイウェイを追って撮った、アイウェイウェイは謝らないっていう映画があるんですね。アイウェイウェイといえば、南京大虐殺に関してなんですけども、門の前でですね、ファックサインを出した写真をアートとして、アーティストとしてアートとして出したことで非常に有名になったんですけども、このアイウェイウェイは謝らないっていう映画を見ると、この映画に関してはちょっとアイウェイウェイのパーソナルなところに触れているので、例えばこの人はねちょっと変わってるんですよ。なぜか友達という女性の間に子供がいて、で彼女は別にいると、結婚もしてないで、じゃあ結婚してるけどまた別に奥さんがね、なんかちょっと女関係全然よく分かんなくて、でただこのアイウェイウェイは謝らないっていうのがめっちゃ面白いですね。アイウェイウェイ自体が面白いし、そのアイウェイウェイのアートに対する姿勢とか、そのアート自体もすごく面白いと思います。メッセージ性が強いという意味ではバンクシーにちょっと近いのかなと思いますね。合法のバンクシー、ただですね、面白いっちゃいけない。このね、アイウェイウェイは謝らないっていう映画が出たのが、日本では2013年に公開されたんですけども、このね、映画内でずっとアイウェイウェイをドキュメンタリーで追ってて、ちょうど2010年、アイウェイウェイがなんと当局に捕まります。中国は国民ではないですね。中国共産党党員でございます。なので、中国当局に捕まりまして、しばらく2、3ヶ月軟禁というか、じゃあ取り調べを受けまして、その後軟禁状態に入ります。それまでアイウェイウェイはかなり過激なメッセージを SNS などで発信してきました。中国 SNS ないのにね、 Twitter も Facebook も Netflix も YouTube もないです。中国あるの Weibo ぐらいですね。
にもかかわらず、アイウェイウェイはツイッターなどですごいそういう強いメッセージっていうのを出してきたんですね。そんなアイウェイウェイは黙ってない、中国当局に捕まった後、あんなにメッセージ性が強くてあんなに強固だったアイウェイウェイが2010年以降一瞬めっちゃ黙ったんですよ。びっくりして、中国当局やばっと思って、いや何があったんその期間にってすごい気になったんですけど、まあこのヒューマンフローに関しては、2019年1月12日に日本公開されてます。2017年映画とされてますね。一応ね、ドイツに行って、でその、 仲間たちと撮ってるみたいな体ではあるんですね。本当にね、いろんな、かなり世界中の難民の方がいるところに行きます。それこそイラクの難民が押し寄せているギリシャ、ドイツ、そしてトルコに行ったりもしますし、南アフリカにも行きます。そしてですね、なんとメキシコの、国境地帯にも行きます。それ難民関係あるのか問題なんですけど、今メキシコの麻薬カルテルはシカリオでも描かれてた通り、コカインよりも人の国境越えの方がお金になるっていうことで、難民ビジネスって栄えてるから、メキシコを取材するの結構ね正しいんですよ。ただね、この映画ですね、はっきり言ってメッセージ性めっちゃ強いんですけど、アート色もめっちゃ強いんですよ。すっごいセンスいい映画、140分もあるドキュメンタリー映画にもかかわらずビンビンに感じるセンス、やっぱハイウェイウェイってアーティストとしてすごいじゃんと思いましたね。すごくね印象的なラストカットがねあるんですけど、それはもう本当に分かんないけど、あるものを多分撮ったものだと思うんですけども、そのあるものすらですね、アイウェイウェイがわざわざ作ったように見えるぐらい非常に美しいですね。ちょっと言ったら画面内の設計が美しいし、画面に映るものが、もちろん映るのは難民ですよ、難民の方々のすごく悲惨な現状であるとか、不衛生な生活環境であるとか、そしてもうその憤りを隠せない皆の心の思いであるとか、非常に胸を打つインタビューなどが多いのですが、全てに関してセンスがあふれてる。ただそれを撮ってるのはアイウェイウェイの iPhone、そしてドローンでございます。ドローンの活躍が凄まじい。特にですね、難民キャンプ、ただのテントがですね並ぶキャンプを上から撮っているところも凄まじいし、一応難民キャンプ公営のということで作られたところ、なんだろう、整理されたバーニングマンみたいな、すごい数の100人乗っても大丈夫みたいな物置みたいな建物を上からずっと撮って、下に降りていって、なんかあれの大河みたいなのが見えるなと思ったら、これ子供たちをちょっと早送りしてて、下に降りていったら子供たちがいっぱいいるとか、そういうところをですね撮る、本当にセンスが抜群の映画でしたね。でこの船に乗ってる皆さん、すごく特徴的だと思うんですけども、彼らはギリシャに逃げてきた人たちです。ですね、何人乗ってるって言ったら、もうなんかありえない数乗ってるんですね。ただこの人たちは全財産を投じてブローカーに法外な額むしり取られて、無一文になってもわざわざ船で、もう何もわからない別の国に行きたい、祖国にはいられないって言って亡命してきた方なんですけども、船は沈んで亡くなる人が出てきたり、船には乗ってるけども亡くなる人が出てきたり、逆にですね出産する人が出てきたりします。でこの船がギリシャに着いたら、そのギリシャでそのボランティアか何なのかな、その政府の機関なのかわからないんですけども、その難民を助ける人たちがバトンタッチして助けてはくれるんですけども、その政策も打ち切られるということで、 EU 諸国っていうのはその難民を排他するっていう方向でどんどん動いてますよね。それに関してのメッセージも伝わってきますね。でドイツもすごく出てくるんですけど、ドイツってものすごく難民多くなっていて、それに対してのヘイトっていうのも問題になってきてるんですけど、本当にドイツって多いんですね。いろんな映画にも描かれてるけども、ドイツ、ギリシャ、そしてトルコ、トルコなんてねお金もらってその難民を救済しますみたいなところで話は固まったんですけども、お金だけあれば難民を救済できるってわけじゃないじゃないですか。で難民生活が10年20年30年ってなる中、子供が生まれて大きくなっていくのに、
子供たちは学校にも通えない、親は仕事がない、ただただそこで暮らすだけ、そんな人たちがいっぱい出てくるんですね。それをですね、アイウェイウェイが iPhone で撮りながら、本当にね、拙い英語で、向こうも拙いし、こっちも拙い英語でですね、会話をしながら、いいシーンとしてはですね、俺の中国のパスポートと、君の、イラクのパスポートを取り替えようよ、みたいな、かっこ笑いみたいな、すごくな、和めるというかですね、多分それが笑い事にできるような雰囲気がやっとできてきたのかなっていうようなシーンがあったりするんですけども、まあ、アイウェイウェイの持ってる中国のパスポートがどれだけ効果があるのか私はちょっと不審に思ってるんですけども、そんなわけでですね、アイウェイウェイが本当にね、あらゆるところに行きます。アフリカの気候変動が激しくて、これ以上もうここにはもうこの先住めないよ、2020年以降住めないよっていうところに暮らしている難民の方まで訪ねていきます。もう本当に状況は過酷だし、気候はどんどん変わっていくし、じゃあこの先どうしたらいいの、2020年なんて来年じゃん、東京オリンピックの年じゃん、でも何も解決していないっていうところにですね、カメラを向けて、アイウェイウェイがね、特にね、すごく語るとかそのいうシーンはないんですよ。ただその難民の方がこういう経緯でこういう風に生きてきましたっていう風に語ったりとか、その家族が死んでしまったからって言って、もう本当にカオスなお墓にお墓参りするシーンとかはあります。ただですね、そのわざわざあえて言わない、見ればわかるだろこの現状を、よお前ら EU だけじゃねえよ、世界中だよっていうですね、アイウェイウェイのやっぱり気骨のあるメッセージと、そしてもう本当になんといっても、もう何回も言ってますけど、センスのいい映像がでですね、見せられる本当に素晴らしい映画だなと思いました。実は私ですね、これ友達に勧められるまで全然アイウェイウェイって気づいてなくて、あ、これアイウェイウェイなんだったら見に行かないとと思って、ギリ滑り込みで見れました。結構入ってましたよ。あとね、面白いと思ったのが、いろんなね、要人であるとか、その機関の人とか、結構いろんな国のいろんな方にインタビューをしてるんですけども、一応英語でインタビュー答えてくれてるんだけども、人によっては英語字幕つけられてる人とかいて、その英語の字幕つけられる人とつけられない人の差は何なんだろうとか思いながら、それはちょっと笑いながら見ておりました。まあ、笑う映画ではないけど、ただね、その非常に辛い話だし、現実の話だし、考えなければいけない話ではあるんですけども、見てて落ち込むとかいう話にはなってないですね。考えないとっていう風にちょっと前向きになる映画にはなっております。というわけで、ちょっと長くなってしまいましたが、イラク戦争関連シリーズ第3弾、ドキュメンタリーのアイウェイウェイ監督作品140本、ヒューマンフローをお届けいたしました。最後まで見ていただいて、この3作連作見ていただいてありがとうございます。バイバーイ。